五泉市の東公園にある牡丹百種展示園では牡丹の花が満開となり大勢のお客さんを魅了しています。やっぱり一つ一つが大きいので見応えがありますね。そうなんです。色も様々なんですよね。迫力ありますね。牡丹の花言葉は王者の風格、はい、品種の名前もこのように高貴なものが多いんです。王冠。五泉市は牡丹の生産量、出荷量ともに国内で1、2を争うほどで、市の花にも制定されています。そして今日はなんと五泉市の田辺市長に園内を案内していただきました。市長直々ですか。そうなんです。ここには120種類5000株のですね、牡丹が咲き誇ってます。ぜひ今回、はい、新潟で、はい、G7 新潟行われますけども、はい、それのですね、エクスカージョンに実はこの5000が選ばれてまして、この牡丹園ですね、それをね、世界の人にね、はい、見ていただきたいんです。こんなに大きいね、牡丹の花ってないですよ。見たことないと思いますよ、うんうん、そうですね、はい、はい、G7 本当に各国からね、要人たちいらっしゃいますけれども、驚くんじゃないですか、この種類と大きさと。本当にそうですね、五泉の PR になればいいですよ ね、 すね。ボタンは今週末までが一番の見ごろということですが、もう少し持って来週末の G7 にも間に合ってほしいですよね、うん、そうですね。